か、トロフィーも懲りねえな。お前、背伸びたな。歳なんぼになった。あん時はまだお前こんくらいの。おっと、早っ、トロフィンが仕掛けた。懐に入ったぞ。年寄りの世間話ぐらい付き合えよ。あった、なんともねえぞ。ひとなぎであんなに吹っ飛ばした。バカ言え、トロフィンが飛んだんだ。くっつけば探検の方が有利なの分かってる。強くなったな。トロフィン、お前の親父、あれ、なんつったかな、トールズだ。トールズ、そうそう、いかんな、年取ると物忘れがな。いや、でもさ、実際こうやって敵討ちなんてやってる最中に申し訳ないけど、ほら、俺いっぱい殺してるからさ、思い出せないんだよ、君の父上のこと。俺本当に殺したかな、トリルさんを。なあ、俺どうやって殺したっけ。ひょっとしてお前の勘違いってことはないかね。貴様、正々堂々戦えば父上は貴様なんかに負けなかった。貴様はあの時俺を、俺を人質に。ああ、はいはい、思い出した。ガキの命と引き換えに剣を捨てたあのバカが。今何した？熱くなっちゃダメ。修行が足りないぜ、坊や。Hmm.